おはようございます。おはようございます。もうかさん、おはようございます。まいちゃん、おはようございます。今日はですね、久しぶりに天気です。ね、久しぶりに天気です。暑いですが、太陽さん、ハレルヤ。ライナスさん、ハレルヤ。までずっとですね、今年はずっと曇ってました。しかし、やっと晴れました。ハレルヤです。納豆さん、ともさん、ガッデムさん、おはようございます。それではですね、ちょっとですね、天気の景色をお見せしましょう。アンジビさん、太郎さん、ハンナさん、おはようございます。佐竹さん、すごく気持ちがいいパノラマ、小さなパノラマですね。やはり天気でないとなかなかですね。新海さん、おはようございます。あやぽんさん、おはようございます。やはり天気は気持ちがいいですね。光はですね、心をやはり、心を明るくします。しかし本当の光が大事ですね。物理的な光もとてもいいですが、霊的な光はなおさらいいのではないでしょうか。彦さん、おはようございます。晴れすぎて暑い。ああ、暑い、確かにちょっと暑いですが、でもまだ朝なのでね、若干いいですね。ちょっと曇らせて。健吾さん、おはようございます。あ、午後からでも大丈夫ですか。いいですよ、午後からでもいいですよ。ルルさん、おはようございます。それでは早速メッセージ行きましょう。メッセージ行きましょう。その前にもう一度景色を。むしろ曇りの時の方が緑が入る感じがしますね。天気の方がちょっとですね、逆に緑が入らない感じがします。蚊に刺されないために 長袖にしましたが、長袖はちょっと暑いですが、まあ、蚊に刺されるよりもいいかなと思います。毒キノコですか。なんかキノコみんな腐っちゃいましたね。誰かがいたずらしてキノコみんな折ってしまいました。アイポンさん、ブロックした方がいいですよね。そういう暴言を聞かない方がいいですね。暴言を言う人にはブロックしましょう。それはその人を拒絶することではなくてですね、それは、なんて言うんでしょうかね、悪魔の言葉を聞かないためです。暴言は、ね、悪魔の言葉です。暴言は悪魔の言葉です。その人間を憎まないで、人間を憎まないで罪を憎んで、その暴言を聞かないようにしなければなりません。私たちは、この世の中は悪魔の言葉で満ちています。ですから多くの人は悪魔の言葉で傷つき、悪魔の言葉で弱ってしまいます。ですから私たちは知恵が必要です。知恵が必要です。アヤポさん、謝ってきたの繰り返しだとすればですね、イエス様を信じるように言ってください、ね、伝道してください。イエス様を信じれば、ね、今日のタイトルがまさにアヤポンさん、それなんです。多くの人はですね、悪いことをします。でもそれはですね、悪いことをするから罪人ではないのです。なぜ多くの人が悪いことをするのか。キューちゃんは絶対ブロックしない。そんなことないですよ。あのね、その、悪いコメントでね、悪いコメントで、まあ、他のリスナーを傷つけるようなこと、他のリスナーが、
まあがっかりするようなことの場合はブロックします。それはその人を拒絶することではないんですね。その人を拒絶するのではなくて、他の人たちを守るためですね。その人が本当にまたそういうことをやめればもちろん OK なんです。節子さん、おはようございます。最近仕事を解雇された、そしたらですね、慰めてあげてください、心がボロボロだと思います。そしてイエス様を紹介してください。リナさん、おはようございます。リマールさん、あ、リマールさん、おはようございます。リマールさん、久しぶりです。その悪く目をサタンにされちゃうの？いや、その嵐がサタンではありません。しかし多くの人はサタンにコントロールされて、サタンの代わりに悪コメを打つということですね。ユウさん、おはようございます。多くの人は、悪いことをしててやります、ね、だいたい多くの人はいいこと悪いこと分かります。何がいいことで 何が悪いことが分かります。問題はですね、悪いことだと分かっててもまあ、してしまう。世の中ってそうなんですよ。悪いことは悪いって分かってても仕方ない。もうお金のため、仕事のため、ね、悪いことと分かってても飲んでしまう。悪いこと分かってても吸ってしまう。悪いことを分かっててもお金をかけてしまう。隅田川の花火大会行かないですね。アイポンさん、はい、わかりました。様子を見ます。ぼっちさん、おはようございます。皆さん、多くの人はですね、悪いことは分かってても悪いことをします。それを罪の奴隷と言います。罪の奴隷。つまり、多くの人が悪いことをするのは、悪いことをするから罪人ではないんです。罪人だから悪いことをするんです。そして多くの人は、悪いことしちゃいけない、悪いことしちゃいけないと言います。でも、悪いことしちゃいけないのは分かっているわけですね。悪いことをですね、悪いことしちゃうのは、ね、悪いことやめなさいと言ってやめられるものではないということです。タバコやめたくてもやめなさいと言ってもやめられるわけじゃないんです。お酒やめなさいと言ってやめられるわけじゃないんです。パチンコやめなさいと言ってパチンコやめられるわけじゃないんです。やめたいという気持ちがあっても、ね、やめたいという気持ちがあっても、それは罪の奴隷ですから、してしまうんです。そこにですね、人間の苦しみ、人間の悲しさ、人間の惨めさがあるんです。そのことをまず多くの人は理解しなければなりません。みんながやってるからいいじゃないか。みんなも悪いことしてるじゃないか。どうして自分だけやめなきゃいけないのか。ヒットさん、ハレリア。多くの人はですね、まいちゃん徐々にやめていけばいいのでは。ところが、やめれないんです。悪いことやめれないんです。なぜですか？罪があるからです。原罪ですね。罪とは何ですか？罪というのは悪いことをすることが罪というよりも、まず根本的に神様に対して罪がある。原罪がある。その罪があるから悪いことをするんです。つまり、悪いことをするというのはですね、皆さん、悪いことをするというのは、神様があなたには罪があるよ、あなたには私に対して罪があるよと教えるために、多くの人は悪いことをするんです。なぜ、要するに神様はですね、全ての人間にこう言ってるわけです。あなたが悪いことをする理由を考えてごらん。なぜあなたは悪いことをするんだ。なぜあなたは悪いことをするんだ。神様は全ての人が罪の奴隷であることを理解させたいんです。あなたは自分の力で悪いことをやめれないでしょう。あなたは自分の力で罪を克服できないでしょう。だから私を信じなさい。神様は全ての人に、その
悪いことをする理由を考えてほしいのです。なぜ悪いことをするのか分かってても悪いことをしてしまう、分かっても悪口を言ってしまう、分かってても嘘を言ってしまう、分かってても約束を破ってしまう、分かってても人を愛せない、多くの人はですね、その自分が悪いことをする理由を知りません。悪いことをするのは当たり前だと思ってます。または、一部の人はああこんな惨めな自分どうしたらいいんだろうか、悪いことがやめれない自分、良いことができない自分、ああ私は誰が救ってくれるんだろうか。ローマ7章に書いてありますね。ローマ7章に、誰が私をこの罪の、束縛から救ってくれるだろうか、そこまで行くととてもいいのです。皆さんがそう思ってほしいのです。ローマ7章にあるように、皆さんもこんな惨めな自分誰が救ってくれるだろうか、こんな罪の奴隷誰が救ってくれるだろうか、皆さんがそう思ってほしいのです。そう思ってほしいんです。心ある人は罪責感を感じます。ああ悪いことしてしまった、どうしよう、ああ、人に迷惑をかけてしまった、どうしよう。その罪責感がある方は真面目なんですね。真面目な人はですね、悪いことを、してしまう自分に対して、罪責を感じます。それはいいことなんです。トモさん、牧師の配信見てたら救われますか？配信を見てイエス様を信じることです。イエス様を信じることによって罪が許されます。アンリビさん、罪を犯したばかりで反省する毎日です。後悔の念があるやついないわよこの時代。そうですね、確かにですね、その後悔する、自分の罪を嘆く人は減ってきています。でも救われるためには、ね、救われるためにはその自分の罪を、ね、認めなければなりません。リナさん、イエス様助けて。そうなんです、イエス様助けて。その罪という問題を理解したときに、ああ私は救われなければならない、罪が許されなければならないと、そのように、思うわけです。ぼっちさん、キリスト教はレディーファーストですね。キリスト教はレディーファーストです。仏教は女性を不浄の存在というかもしれません。イスラム教でもそういうのがあります。しかしキリスト教だけは違います。キリスト教は女性を大事にしなさい、弱い女性を大事にしなさいというのがキリスト教です。皆さんの中で、ね、ああ私は惨めな人間である、悪いことしかできない、良いことができない、ああ私は、罪の奴隷だ、私は救われなければならない、罪が許されなければならないと思う方は手を挙げてください。自分は、許されなければならない、救われなければならないと思う人。アメン、アメン、素晴らしいですね。アメン、アメン、アメン、アメン。そうですね、そういう方は、そういう方は幸いです。あ、ぼっちさん悪いことしてない。ぼっちさん、まず自分の罪がわからなければ、信じることはできません。なぜならば、なぜイエスキリストを信じるんですか、なぜイエスキリストを信じるんですか。その罪を許してもらうためなんです。信仰には動機が必要です。信じる動機がなかったら信じません。信じる動機がなかったら信じません。ああ私は許されなければならない、自分の罪は許されなければならない、そのように思う方は信じる動機があるんです。そしてまさに十字架、十字架は、私たちの罪を許すためのイエス様の愛なんです。神の愛なんです。神様は
皆さんを苦しめたくない、皆さんを救いたい。佐竹さんも同じですよ。墓地さんと佐竹さん同じです、ね。墓地さんと佐竹さん、まだ自分の罪がわからない、ね、自分の罪が見えないと言ったらいいでしょうか。マニちゃん、イエス様を信じます。イエス様を信じます。イエス様を守ってください。素晴らしい。まゆちゃんは理解できました。それでですね、十字架は、その人間の力では、解決できない罪の問題を、イエス様、罪のないイエス様が私たちの罪を身代わりに、受けてくれて、死んでくれて、そして、イエス・キリストを信じる者が罪が許される、ね、罪が許される、それが十字架です。ですから大事なことは、自分はの罪を許されなければならないということを知ることです。そして、あ、イエス様が罪を許してくれるなら、イエス様が罪を許してくれるならば、イエス様を信じよう、イエス様を信じよう、そういう動機になります。でもその信じる動機が弱ければなかなか信じません。そんなに自分の罪は重くない、大したことないと思う人は信じる動機にはなりません。ゆうこりんさん、おはようございます。私はもう本当に許してほしい、自分の罪は本当にこれは良くない、その罪を許されなければ生きていけない、罪が許されなければ生きていけない、そのぐらいですね、強く自分の罪を意識し、本当に許してほしい、ああイエス様が許してくれるなら許してほしいと、悪いことをやめたい、悪いことをやめたい、本当に良いことをしたい、良いことをしたい、もう本当に私は自分を自分でコントロールできない、自分の心をコントロールできない、自分の言動をコントロールできない、もうほっといたら犯罪を犯してしまう、ほっといたら人を殺してしまう、ほっといたらとんでもないことをしてしまう、多くの人はそういう状況があるんじゃないでしょうか。このままでは危ない、このままでは危ない、なんとか、その悪いことを、やめるような方法が欲しい、そのように強く思うならばイエス・キリストを信じる動機があります。イエス・キリストを信じる動機、今手を挙げた方はそのことが分かっています。そしてなんと、心から悔い改めてイエス様ごめんなさい、心から悔い改めてイエス様を信じると、なんと罪が許されて、心が変わるんですね。それまでは罪によって苦しんでた心から、ああ許された、私の罪は許された、ああ私は神様によって罪が許されたんだ、もう私は自分の罪をで苦しむことはないんだ、自分を責めることはないのだ、私は許されたんだ、十字架によって許されたんだ、ああ私はもう正々堂々と生きていいんだ、神様が私を許してくれた、十字架によって許してくれた、私はもう、罪がないんだ、義人となったんだ、義とされたんだ。皆さん、そこにすごい解放があります。すごい喜びがあるんです。許された喜び、皆さんの中にはそれを経験した人もいると思います。許された喜び、救われた喜び、それを皆さんが体験してほしいのです。で、それは具体的にどうなるかというと、聖霊を受けることですね。聖霊を受けると、
聖霊を受けると本当に心が楽になります。解放されます。私も経験しました。私が聖霊のバプテスマを受けた時ですね、もうバタンって倒れちゃったんですけども、もう涙がドバッと出ましてね、涙がバーって出て、もう心がですね、本当にこう解放されて、もう本当にこうそれまで その自分を苦しめていたものがなくなって、何かこう本当に許された、解放された、癒された、あーって言って、なんかこうふわーっとした感じでね、もうなんかこう安らぎって言いましょうか、平安ですね、心の平安を感じました。もうこのまま寝ていたい、このまま寝ていたい、あー解放感がありましたね。皆さんもそういう経験のある方がいると思います、ね。それが許された喜びです。しかしそれはですね、油注ぎを受けるとそうなりますが、問題はですね、それを続けることです。なかなかですね、油注ぎを続けることは難しいです。一度そういう経験してもまたですね、油注ぎがなくなっちゃうと、また、罪の性質がムクムクと出てきてですね、また罪を犯してしまうようなこともあるんです。ですから大事なのは、イエス・キリストを信じて私たちは、罪が許されて解放されますが、それを継続して信仰に燃え続ける必要があるということですね。継続して燃え続けて喜び続ける。ですからいつも喜びなさい、いつも喜びなさいというのは、その許された喜びを保つことですね。また喜びがなくなってくるとまた苦しくなります。しかしいつも聖霊に満ち、信仰に満ち、信仰に燃えていくならば、私たちはいつも、許された喜び、救われた喜び、イエス様と共にいる喜び、それを持つことができます。皆さんがそういう人生、そういう心になってほしいのです。もう本当にまさにハレルヤですね。ハレルヤ、ね、ハレルヤというのはですね、まさに、罪が許された喜び、救われた喜びのことなんですね。ハレルヤ、もう本当に私たちは、許されてよかった、許されてよかった、救われてよかった、もうイエス様ありがとう、イエス様ありがとう、私のために死んでくださった、私は許された、私は救われた、その喜びが信仰なんです。救われた喜びが信仰で、許された喜びが信仰なんです。どこに向かってハレルヤって言うんですか、イエス様に向かってですね、または十字架に向かって、十字架に向かってハレルヤと言ってください。ハレルヤは、晴れると関係があるんですか、直接は関係ないですけど、心が晴れると思ってくださいね。ハレルヤって言うと心が晴れます。ハレルヤって言うと心が晴れますよ。イエス様はどこにおられるんですか、どこにでもいます、どこにでもいます、皆さんのそばにいます。聖子さん、女性も男性もイエス・キリストにあって、神に似せて作られた尊い存在ですね。尊い存在です。人間は尊い存在です。ジュデロンさん、凶悪犯罪を犯した人も救われるんですか。もちろんですよ。凶悪犯罪した人も救われます。誰でも救われます。神様はエコひいきしません。誰でも悔い改めて、誰でも悔い改めて、イエス・キリストを信じるなら誰でも救われます、誰でも救われます。
洗礼を受けなくてもイエス様は救ってくれますか。聖霊の洗礼、水の洗礼ではなく聖霊の洗礼を受けると救われます。水の洗礼を受けても聖霊を受けなければ、救われたことになりません。聖霊のバプテスマというのがあります。アヤポンさん、私はアメリカ人の暴言を許します。そうしないと私の心が悪くなるのが嫌なのでイエス様に祈ります。そうですね、許すことが大事です。許すことが大事です。ハレルヤってどんな意味ですか。ハレルヤーで、ヤーウェを賛美せよ、ヤーウェを賛美せよという意味です。でも私たちクリスチャンはイエス様を賛美する、イエス様を賛美するということになります。太郎さん、その犯人を許さなければなりません。その犯人を憎んではいけません。犯人を許すことによって神様の御心を、全うすることができます。アサラ将校もキリストを信じたら、救われるの。そうです。彼は死んでしまいましたけど、彼が生きている時に悔い改めてイエス様を信じれば許されました。しかしはっきり分かりませんが、彼はイエス様を信じたということは聞いていません。あやさん、おはようございます。ラフィールさん、あんまり漕ぐとですね、ちょっと酔いますので、軽くですね。はい、それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて救われた、イエス様を信じて、許された、罪が許された、イエス様を信じて、わ、私はもう罪が許されたから、もう私は正々堂々と生きることができるんだ、罪が許されたから天国に行ける、罪が許されたから天国に行ける、喜びに満ちた証、イエス様を信じて、許された喜びで喜びを感じた証、スタート。イエス様を信じて、イエス様を信じて、救われた喜びを感じた証、スタート。イエス様を信じて喜べるようになった証、救われた喜び、許された喜びを感じた証、スタート。レンさん、アメン。宮本さん、闇営業をしてましたが悔い改めます。アメン。ジュデロンさん、やはり夏祭りに参加しない方がいいでしょうか。同調する感じでの参加はやめた方がいいです。なぜかというと偶像崇拝だからですね。偶像崇拝に同意して参加するのはよくありません。対抗するなら OK です。奇跡とは何？奇跡というのはですね、神様が特別に働いてくれること。神様が特別に働いてくれることが奇跡です。
イエス様を信じると奇跡が起きます。イエス様が、イエス様を信じると奇跡が起きます。癒しが起きます。ユウさん、子供の頃に洗礼を授かって何十年もイエス様を離れていた私を、イエス様は再び私を許し受け入れてくださいました。二度とイエス様を離れたくないです。イエス様に感謝。桃花さん、イエス様を信仰し罪が許され救われました。救われた喜びをかみしめています。そしてこの伝道放送でイエス様を知り信仰で来たことは本当に奇跡です。イエス様、旧牧師に心から感謝します。はい、ゆうさん、もうくさん、素晴らしい証ありがとうございます。もっともっと、もっともっと喜びましょう。もっともっと感謝しましょう。はなさん、週末の花火大会の心配です。それは隅田川の花火大会でしょうか。今日の朝日に幸せを感じます。そうですね、アナさん、罪が許された幸せ、イエス様を知った幸せ、救われた幸せを感じてください。許されたと信じてください。救われたと信じてください。その喜びを増し加えてください。私たちは喜び踊るべきです。救われたこと、許されたこと、イエス様を知ったこと、天国に行けること、喜び踊りましょう。喜び踊りましょう。喜び踊りましょう。私たちが喜ぶことは神様の御心です。私たちが喜ぶのは御心です。また聖書の命令でもあります。いつも喜びなさい。すべてのことに感謝しなさい。絶えず祈りなさい。私たちはこの世にあって勝利の人生を送るためには、この信仰で歩むことが私たちの心をポジティブにし、そして私たちが罪を犯してまた、罪を犯して悪い方に行くのではなく、ますます私たちは良いことをして、ますます私たちは良いことをして、天に宝を積むことができます。皆さんが健全な信仰で歩んでほしいのです。皆さんが健全な信仰で歩んでほしいのです。そして良い実を結んでほしいのです。イエス・キリストにある良い実、それは信仰の実です。御霊の実です。皆さんが、善に励んで神様が喜ばれるような言動をしましょう。暴言や悪コメや、暴力や、ね、ネガティブは神様の栄光を表しません。ネガティブな思い、それを捨てましょう。私たちはどんなことがあってもいつも喜ぶことができるんです。状況を見ないでください。状況を見ないで、変わらないイエス様、変わらない、救い、変わらない許しを信じましょう。そして信仰で歩んでますます皆さんが、成長し、そして皆さんが、ますます天に宝を蓄えて、良い道を歩んでほしいのです。そしてもうすぐイエス様が来ます。もうすぐイエス様が再臨します。その時までしっかり信仰で歩んで、一緒に敬虚され、一緒に天国に行きましょう、ね、皆さん一緒に天国に行くのです。地獄に行ってはいけません。地獄に行ったらもうそれが、敗北です。地獄に行ったら絶望です。
私たちは今希望に向かって歩んでます。希望に向かって歩んでます。罪があったら天国に行けないのです。罪が許されて初めて命の書というのがありますね。命の書というのは、イエス様を信じて罪が許された人の名前のリスト、その命の書に名前が記されたと信じましょう。皆さんが聖霊を受けて信仰に燃えてるならば、命の書に名前が記されています。皆さんが不信仰ならば、命の書に名前は記されていません。皆さんが信仰で歩んで、喜んで歩むならば、信仰で喜んで歩むならば、命の書に名前が記されています。牧師の名前は書いてあると信じます。書いてあると信じます。私は伝道を許されています。イエスキリストを伝える伝道を許されていますから、伝道が許されるということは、救われている証拠ではないでしょうか。救われてない人が伝道しますか？信じてない人が伝道しますか？救われてない人が感謝しますか？救われてない人が喜べますか？喜べないというのはね、救われてないということでもあるんではないでしょうか。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様感謝します。賛美したり感謝していることは救われている証拠ではないでしょうか。 I am old but mind and face young and suicide make you younger forever。 そんなことはないです。自殺したら地獄行くって答えてあげてくださいね。自殺してはダメと書いてください。モークさん、ここにいる皆様と一緒に敬虔され天国に行きたいです。アメン。ハナさん、セミの鳴き声はいいですが負けないでください。ありがとうございます。そうですね、私もセミの鳴き声は好きですね。やっぱり夏を感じます。まあ、夏といえばセミという感じでしょうか。夏といえば、スイカ、夏といえば、セミという感じでしょうかね。それではファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ、皆さんがの罪がね、もう罪が許されたら、サタンがいくら何と言っても、ね、サタンがお前は罪を犯したぞ、お前は悪いことしてるんだ、お前は、ね、地獄行くんだ、サタンが私たちを苦しめます。しかし許された確信があるならば、サタンが何言っても平気です。しかし許されてないと、サタンの言うことによって苦しめられるんですね。サタンは告発者です。サタンは私たちの罪を責めて、私たちを、地獄の道連れにしようとしています。ですから多くの人は、サタンに騙されてネガティブになり、どんどん罪を犯していきます。サタンは皆さんが罪を犯してほしいのです。人間を罪を犯させて悪魔の国を作ろうとしているんです。ですから皆さん理解してください。私たちは悪魔に勝たなければなりません。悪魔に勝つためには、自分の罪を認めて、イエス様を信じると、初めて悪魔に勝てます。信仰は悪魔への勝利です。イエス様がもうすでに、十字架で死んでくれました。イエス様が私たちのために十字架で死んでくれました。ですからイエス様は勝利したんです。イエス様は悪魔に勝利しました。ですから今度は私たちが信仰によって、十字架の勝利を得なければなりません。ぜひ皆さん、十字架の勝利、
私たちは自分の力では勝利できません。自分の力では、勝利できません。しかし私たちは、十字架の勝利によって勝利初めてできます。皆さん、人生の勝利、それは十字架の勝利です。皆さんがイエス様を信じるということはそういうことです。皆さんが勝利してほしい、皆さんが勝利してほしい、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうだそうか、私は、罪によって苦しかったんだ、自分を責めて苦しかったんだ、人を責めて苦しかったんだ、もうそのような自分を責めたり人を責めたり、罪による苦しみから解放されたい、罪が許されてほしい、罪が許されてほしい、イエス様を信じて、この惨めな罪を、この惨めな罪を許してほしい。Rさん、毎日苦しいのは罪のゆえですよ。ですから、イエス様を信じて、罪から解放されましょう。イエス様を信じて、罪を許してほしい。この束縛、罪の束縛、悪魔の束縛から解放されて、救われたい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン。太郎さんもね、佐竹さんも、ブッチさんもね、自分の罪が分かる時が来ます。自分の心を見てください。自分の心の動機、自分の心の在り方を見てください。だんだん罪が見えるようになります。天のお父様、感謝します。私たちは、罪人として生まれてきて、自己中で、他人のことなんかどうでもいい、自分さえ良ければどうでもいいというような、そのような罪の中で生きてきました。その結果、悪いことをたくさんしました。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が、その罪が分かりました。罪が許される、許さなければならないことが分かりました。彼らの罪を許してください。彼らの罪を十字架によって許してください。あなたの十字架の血によって清めてください。イエス様の血によって罪を許してください。清めてください。彼らの心が清められますように。罪が洗い流されますように。イエス様、お願いします。彼らを救ってください。彼らを許してください。イエス様、そして、救われた喜び、許された喜びで満たしてください。心を解放してください。悪魔から離れ、あなたのものとなりますように。どうぞイエス様、聖霊を与えてください。彼らが聖霊に満ちますように。聖霊に満ちて、喜びに満ちますように。許されたことを喜び、新しい命、新しい希望、新しい心となりますように。イエス様、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、アーメンと言った方はね、許された喜びを感じているのではないでしょうか。アーメンと言った方はですね、救われた平安を感じているのではありませんか。皆さん、自分でもっともっと喜んでください。救われたこと、許されたこと、もっともっと喜んで、もっともっと感謝して、もう一日中、イエス様に感謝し、
一日中賛美をしてください、イエス様に向かって喜んでください。そうするならばもっと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 素晴らしいことが起きます。もっともっと、ね、皆さんは成長します。ですからぜひ皆さん一緒に喜びましょう。救いを喜び、許しを喜びましょう。一緒に喜ぶのです。一緒に喜ぶのです。心から思いを尽くして、力を尽くして喜びましょう。生きることは喜びです。生きることは救われた喜びです。生きることは許された喜びです。一緒に喜んで歩みましょう。それが世の光です。世の光です。周りの人がなぜあなたは喜んでるんですか、なぜあなたはそんなに喜んでるんですか、希望に満ちてるんですかと言われたら、イエス様を伝えてください。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム。ありがとうございました。良い一日を、喜びの一日を、喜びの一日を。シャローム、シャローム、シャローム。